うございます。ここは山口県です。今船で30分ぐらい走ったんですかね。で今水深が90メートル、85メートルとか、まあ、そういう状況のところで、まあ、1.3 ノットって言ったかな。でそこに魚がこうパラパラと映ってるような状況で、まあ、最初のファーストポイントです。でまだこう船長もこう当たった、食った食った食った、食いましたよ、よし食った、新しいタックル、タイゲーム TZ の71、今 XUL っていう新しい竿でやってます。青かな、どうなんだろう、わかんねえな、青かな、まあ、まあ慎重にやります。このねタイゲーム TZ71 の XUL っていうやつでだんだん寄ってきてますからね。よいしょ、よしよしよ、おいおいおいイエーイおーありがとうございます。うー一投目でけねえ、すごいワイルドな魚が釣れましたよ。見てください、新しい、まあ、竿はねタイゲーム TZ の22年モデルC71XUL、 はい、いや一発目にしてこれやばくないですか今日。いや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 、ありがとうございます。やりましたね、やりました、感無量ですよ本当にでっかい、ありがとうございます。よし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 、マダイだ、だってさこの頭の振りがさでかいのよ、ドスンドスンって。これね71の、あ70の UL、 これは九州とかこっちの日本海向けに作ったモデルですね。まあ、マダイとのファイトでも耐えうる、まあ、パワー、バットパワーを持ってます。でリールはタイゲームの DGN っていう、まあ、63のギアなんですけど、まあ、ナロースプールで平場をスッと落として、で実際そのまあ、こういう深めでも63のギアなんで1回転1回転の巻き取り量はそこそこありますから、まあ巻き合わせも効きますし、すごい魚がこうゆらゆら泳いでるのが分かる、これもいい重量感ですよ。見えた見えた見えた、いいぞいや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 、この子もいいサイズ、いや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 、よいしょ、綺麗な綺麗な、おいありがとうございます。めっちゃ綺麗、ヒレが青くて、おいボリッボリ、あいや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 、来ましたね、緑に変えてねえ試すよっつって言って、まあ、オレンジで食うのもねなんとなく分かったんですけど、ちょっとでかいのまた狙いたくてインパクトある緑に変えてドスン、いや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 ね、まあちょっとヘッドも目立つチャートの色にして極力目立つようにして、はい、ありがとうございます。まあ、今さっき釣れたのが、まあ、タコベイト、まあ、ちょっとね緑でも濃い緑を使ってて、ですね
で足をね1本ずつね間引いてるんです。本来こうブワッて もっとブワッてなってるんですけど、やっぱこう張りがかりこう弾力がすごいあるんで、こうなかなか抜けないというか、でこれが逆にガードみたいになっちゃうの嫌だったんで、僕いつもこれ抜いて使ってます。でそうするとちっちゃい魚でも結構乗りますし、まあ、そういう感じで、まあ、使ってます。でこのカーリーテールの1本はここもネクタイにすることもあるし、カーリーテールのワームを使ってデッドスローでも細かく動いてくれるようなセッティングにすることもあります。で針はあの市川フィッシングというところに出しているこの TRB アシストっていう、でこれのリングタイプを使っててですね、こういう状態で売ってます。こういう状態ででここに結んでタコベイト通して、でこの平場が誘導式でこう来ると、こういう感じのセッティング、こんな感じです。おおいいねいいね、おいいね、ようやく超満面の笑みがこもれるぐらい嬉しい。よし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 、こっちも来たぜ、あ、中ちゃんもヒント、一回当たってね、当たったってそのまま残して松下にかかって、で俺も来ました。よしシャーシャー、ようやくです。まあ、タイゲーム SSD のねフルソリッドでバラさず取ることができました。 100m ぐらいラインは出てたかな。ありがとうございます。はいはい、行きますよ。 8m 見えた見えた、もうこれはぶっといな、あ、綺麗、はい、ありがとうございます。あ、魚はすごい映ってたんですけど、なかなか食わなくて3回目の流しで食い始めましたね。これも緑を入れてちょっとシルエット出して、ここにありますよと平場をねこうドーンと入れていく、そんな感じでやったら食いましたね。はい、一回当たったんですけどね、ちょっと乗せられなくて、まあでもほぼ今日は当たれば乗っけられてる感じはするんで、でがっちりかかってますし、やりました。よしよし、残り7分、残り7分で1点取ると宣言し、ずっとこの位置でずっと均衡状態が続いちゃって、ちょっともうちょっと弱らせますからね、ちょっと寄ってきたかな。ずっとこのね赤と青をずっと繰り返してます。ちょっとでもね、なかなか関東ではこんなに大台が連発することもないんで、これは面白い面白い面白い、ずっと温存されてたんですね。温存されて触られなかった、今日一になるのか。いや本当でも寄ってこない、重みがすごい。完璧な試合運び、見えた見えた見えた、座布団、うわできんじゃねこれ、できんじゃねこれ、
ねえ。よしよし、もうほんと最後まで抵抗するもんねこれね。普通だったらもうボコンって、ういやったありがとうございます、やった、最後の最後にラスト7分でかけてアディショナルタイムだなんつってやっ取れたね、1点決めるよって言って取れました。いやーすげえ重たい、めっちゃ重たい、えいすげえ元気でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ初の山口県タイラバ、はい、どうだったでしょうか。いやほんとね、思った以上に、まあ、すごい、まあ、ゲームができたというか、はい、魚もフレッシュな魚が多くて、で、まあ、これから多分のっこみに入ってくると思うんですけど、まあ、本当にねいい魚がボロンボロンってこう思い通りに釣れてくれて、本当なんだろうな、これからの新しいこうね、面白いスポット、注目されるスポットになるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、はい。ね、実際この、ね、朝一1投目からだもんね。そうですね、1投目から7号でしたっけ、はい、7号、はいはい、もうそれでね1投で仕事終わった感があったんですけどでもね結局7マルオーバー4つ4枚、はい、取れたんで、すごいポテンシャルあるフィールドだと思います。まあ、本当にね皆さんも、こちらのフィールドに足を運んでもらって、やるなら本当今ですよ、今本当に今です。はい、はいはい、ね、それで船長もね、気さくで、すごい、いろいろ面倒見てくれる船長なんで、初心者の方とかでもね、全然乗りやすい船だと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、山口県のデカマダイがあなたを待ってます。はい、ぜひ来てみてください。